と、翔平です。また続きやっていきたいと思います。アランウェイク。ということでね、前回は、ヘトヘトになりながら、ボコボコ殴られながら進んできましたけど、ラジオ局へ向かうと。ラジオ局目の前なのかな、これ。なんて書いたのあれ。まあいいや、なんとか鳥って書いてあるね。炭鉱までメインの車を借りたかった。炭鉱までメインの車を借りたかった。パッドメインと話す、ラジオの、ラジオ局ですね、ここはね。お、なんか光ってる。あ、車借りるって車はもう、パクっていけばいいんじゃないの、もう。そういう能力はないのか。グラセフじゃないから。もしもーし。1911年から、第一次世界大戦。くらいから住んでるってこと？ローラさん。アラン・ウェイクさんが。はいはいはい。はい、じゃあ、どうぞって。おいでいただけて光栄です。もう、捕まるよね、これね。メインから離れろ、すぐにだ。まあまあ、落ち着いて。話し合いましょうよ。ナイチンゲール捜査官、もういいでしょ。何やってるのよ。一般市民がいるのよ。撃ったぞ、いきなり。もう殺す気満々なんですね、多分。これが敵だとしか思えなかったっていう点。もう容赦しないぞって感じ。なんでだろう。なんだ作家先生よーって何度かけから手サドンストップというタイトルサドンストップというし、なるほどね。メインに行き先を告げなかったことが結果的に幸いした。あ、警察に炭鉱まで追跡されるところだった。健康を拾う、もう一回健康を拾う。ナイチンゲールラジオ局にて割れた窓の向こうに広がる暗い森をナイチンゲールは集めた、うん、そのまま立ち去ろうとした彼を、なるほど、メインが腕を掴んで引き止めた。どういうつもりです。相手構わず発砲するなんて。まあそうですよね。ナイチンゲールは腕を振りほどき足早にスタジオを出た。その頬は怒りと屈辱で紅潮する。もうそうですね。じゃあナイチンゲール捜査官は本当もうすぐもうアランを消したいっていうことだよね、多分ね。捕まえないのかな。そこはちょっとよくわかんないですけど。あ、オーディナリーウェポンが来たよ。発煙筒。ってことはまた戦闘があるという、ことでしたろうな。はい、来るよ。音楽が変わったよ。元気よく出てくる？また元気よく出てくるよ。まず1人目。はい、よっと消えた？いや、まだいる。まだいるんじゃないのか。大丈夫か。いや、いるはず。まず発煙筒を取る。いやー、これいい雰囲気だね、これ。起動する。ちょっと待て、待ちたまえって、ちょっと待て。待てよ、ちょっと。ちょっとまずい。え、これ、倒したの？倒してないよね。後ろは大丈夫。あ、横にもいる。横にもいる。え、痛い。ちょっとなんだよ、もうやめろよ、もう。やめろよ。起動する。よいしょ。もうこの明かりに紛れてやる。よし。よし。サワー。サワサワサワー。はい、光に入った。リオルファ。オッケー。ありがとう。助かったわ。ふう、発煙筒無駄にしちゃったね。よし。じゃあ、武器が手に入ったところで、彼らを相手にしようか。さあ、来いよ。ちょっと一回戻ってみて、様子を確認しよう。18発しかないけど。よいしょ。あ、痛い、マジかよ。そんなの聞いてねえよ、そんなの。聞いてねえよ。ちょっと弾が出ないんだけど、ちょっと弾。ちょっと待ってね。よいしょ。ちょっとコントローラーが、こちらでは操作が効かないみたいなので、よいしょ。
申し訳ない申し訳ない。よいしょと。たまにね、聞きが悪い時があって違うコントローラーにしますね。よいしょ。ちょっとここカットします。さあ、すいません。ちょっと申し訳ない。銃の弾が出ないというね、事態に陥ったので、一回止めましたけれども、ゲームに戻る。よし。三人止めて、よいしょ。まずは一人。で、こっちから来たやつを、バッテリーをリセット。まずこいつ、あー、ダメか。危なっ。こいつも大丈夫か。オッケー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 。はあ、銃があると変わるけど、やっぱり大変だね。それがさっきの、今のがさっきの3人組でしょ。うわ、また出てきたんだけど、すごいね。あ、ちょっと当たったよ、こうカツンと。大丈夫これ。ちょっと俺先行った方がいいのかな。もう後ろからついてくんのとかやめてほしいわ。もう無限脇だったら弾もったいないですね。あ、来たよ。あ、来たよ。後ろまずいよ。後ろまずいよ。後ろはまずいよ。ちょっとやめようよ、そういうの。まずこいつを落ち着いて倒す。ちょっと下がれ、お前。おい、おい、おい。よし、よし、よし。大丈夫ね。はいよ。はい、弾が一発しかないという、状態でございます。弾が一発しかございません。もうこれは逃げるしかないのかな。弾。なぜここに電力会社の作業用ライトが置いてある。なるほど。まるで今の俺の状況を予測したちゃんとね、よくそこら辺はねなってるってことだよね。リロードオンにする。これってどういうこと。操車場へ向かう。操車場って何これ。 The darkness The darkness control the taken かな。ちょっと非常に嫌な雰囲気でございます。もうちょっと弾がね、弾もないし、これは何これ。オンにする。この黄色い文字があるってことは何かあるってことですよね。おお、ちょっとやめようよ、そういうなんか音でビビらすのはね。ショットガンを取る。オッケー、ショットガン。おおおお、ちょっとおい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 、ちょっと何、ちょ、いきなり何人出てくんのよ。何人出てくんの。おい、痛い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 。オッケーオッケーオッケー。おらー、よいしょよいしょ。武器をリロード。3人殺した、多分だけど。え、硬い。これはどういうこと？これまだここ探索済んでないよね。もうないのかな、何も。せっかく手に入れた武器をね、ほとんど使ってしまうというね、その第一の戦闘で。え、また。In light, you can hurt them。 なるほど。光の中なら、
彼らを傷つけることができるよって。ちょっとまた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 、そっち行くと音が変わるシステムなのね。了解です。さあ来いや。よいしょ、オンにする。何の意味があるのかさっぱりわからないけど、あのところで戦えってことだったのかな。さあ来るよ、この開けたところは来るよ。コーヒーポットをいただきに参りました。原稿とかはなかったよね、特にね。すごいよね、もう結構戦闘がピリピリしてますね。なかなか原稿があったぞ。原稿をとりあえず読む。サラ、ナイチンゲールを疑う。あー、サラさんっていうのはさっきの保安、女性の保安官の方ですね。で、ナイチンゲールが FBI の方。サラは自分の直感に自信があった。ナイチンゲールはろくでなしだ。ろくでなしだ。酒臭い息のせいだけではない。なるほど。結構ね、お酒飲んでる人はいるんで、てか、アルコール依存症の人が本当に多いですね。私がアメリカに来て思ったのは、なぜウェイクを逃がした、そのくせ彼自身は連邦捜査の一点張りで、なるほどね、受け付けなかった。ふむ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 。まあ何の目的で来たんですかね。捕まえるだけなのかな、よくわかんないんですけど。そこがなんかポワーンってなってるよ。あんた、これ回復タイム。いやー助かるわ、ほんと。はい、ありがとうございます。リボルバーの弾、バッテリーね、ショットガンの弾薬ももらえるんだ。さあ操車場っていうのは何を。携帯電話。もしもし、どこまでも頑固ね。どこまでも頑固ね。アリス、アリスか。アリス久しぶり。どういうこと？どうか助けて。まるで他人のようで。瞳の奥に。どういうこと？誰のこと言ってるんですかね。アリス、え？孤独で全てダメになる。覚悟して。覚悟して。ああ。何かがおかしかった。なるほど。確かに彼女、奥さんが乗っ取られちゃうのかな、これ多分。瞳の中になんか自分の姿を鏡で見てる感じかな。なんか別な人格みたいのが目覚めるみたいな。奥さんと戦うのはちょっと酷だよね、ストーリーとして。そんな気がするんだが、なんか揺れてる揺れてる揺れてる。え、なんかねねねねねね、ちょ怖いんだけど、怖いんだけど。原稿を拾う、とりあえず読もう。ウェイクポルターガイストに襲撃されるだって。ちょっと待ってよ、もう。筒製のフレームからパイプが勝手に外れ、闇の中で痙攣したように。なるほど。一瞬何が起きているのか理解できない。はい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 。凄まじい勢いで倒れかかってきた。それを俺は間一髪でフラッシュライトを向けると、それは怒りに身を震わせ、それは怒りに身を震わせ、そして再び襲いかかる。パイプが勝手に外れて宙に浮いていたと。なるほどね。さあこの入れてるのは何だろうと。でここにね、黄色い点があるんですよね。ってことはここ、あったあった。向こう行けって。敵が出てくるのかな、この感じは。また黄色い点。ここね、はい、了解しました。ここね。はいはいはい。ショットガンの弾を取る。あ、ちょちょ、何何、残っちゃったよ。バッテリーを取る。OK、発煙筒。いいね。なんか誰かが呼吸呼吸って言ってんだけど。大丈夫？所持品がいっぱい。おー、来たよ。はい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 。いらっしゃいませ。よし、一人。大丈夫？いや、まだいる。絶対一人で。わ、終わんなくない？どこどこどこ、開いた。後ろもすっごい怖い。後ろもすっごい怖いんだけど、大丈夫かな。危なっ。これ
3人1組だったってこと？よし。だからさ、手に入れたアイテムをその場で使わせるのやめろっていうね。やめんかいっていう話ですけど、今手に入れたばっかりやんけって言って、さあ進んでいこう。こういうところも調べた方がいいのかな。鉄橋の先、向こう岸に倉庫のような倉庫のような、あそこで車が手に入るかもしれない。あそこだから、もうウェイクさんに話しかけないで、そのまんまね、ウェイクさんじゃない、ラジオ局のおっさんに話せないの、車パクっていけばよかったんだよ、たぶん。よし、登っていきまーす。さあ、どうかね。こういうとこでも戦闘もオツだよ。出てくるんじゃないの？あ、これは揺れてるのはあれなのね。ただ、電車は揺れてるのね。ポルターガイストがいつか来るってことですよね、さっき言ってたら。おこれ？これの話じゃないよね。これの話ではなさそうだ。フレームから外れって。の力はますます強大になり、あらゆる手段で妨害を仕掛けてきた。来たよ来たよ、また。またなんかコントローラーが激しく揺れております。コントローラーがブルブルです。これか。なんだ。ライトを当てても意味がないのか。あ、なに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 、おー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 、ちょっと待って待って、待ちたまえ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 、いった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 、なに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 、ちょっと待とうよ待とうよ、もうちょっと手、あー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 、ちょどうなってん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 、ちょっと待って待って、それはちょっとびっくりですね。それはびっくりだわ。今発煙筒使えってことだったのかな、私の予想では。あれ、フラッシュライトを当てないと倒せないってことね。はあ、ああ、ああ、また死んじゃった、また死んじゃったよ。よし、まあ懲りずにやってきます。何をすればいいのかわかんなかったよ。分かった。とりあえず、次はちょっと、発煙筒を使ってみますね。よし。これを避ける。まさか、あんなに、あんなあれが来るとは思わなかったからな。ちょっと一回懐まで忍び込んで、よし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 。よいしょ。よいしょ。やばいやばいやばい。マジでやばそう。いいのこれで。オッケーオッケーオッケー。マジかよ、ちょっと待て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 。いった、ちょ強すぎる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 、いろいろ強すぎるぞ。逃げろ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 、ウッフーウッフー、ちょっと待って、まだ来んの、ちょっともう、いったいったいった、死ぬ死ぬ死ぬ、また死んでしまう、また死んでしまう。なになになに、もう瀕死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 だよ、瀕死、おじさん瀕死です。あー、乗り切った。今のは難しかった、なかなか。ふう、さあ原稿を拾う、まあ、こんな感じで進んでいきますよ、これからも。やつの鼻先で俺はドアをピシャリと、誰やつって、混乱されたところで俺には開ける気など毛頭ないことがやつには、ドアをピシャリと閉めた、やつに対しては同情も罪悪感も皆無だった。誘拐犯か、悲鳴を確認した俺は間違いなく笑みを浮かべていたはずだ。だがもう行かない、誰だろう、闇の存在がロッジ内部、闇の存在がロッジ内部に侵入していた。やつの鼻先で俺はドアをピシャリと閉めた。やつが誰かによって変わるんですけどね。どうなんだろう、ナイチンゲールかな、入れてくれって言ってるんでしょ。夢中で読み漁ったスティーブン・キングのホラー小説を、俺小説版はほとんど読んでないんですよね。動き出した様々な物体のこと、スティーブン・キングは優れたホラーでは誰もが人と乗り合わせで、主人公も例外ではない。そうだよね、そこが魅力だが、これは現実だ。
全てを奪う闇が迫りつつ。なるほど、これ現実なの？B を押し続けて大型フラッシュライトに切り替える。おお、いいね。これマグライトじゃないのこれ。あ、バッテリーいただいてきますよ。ありがとうございます。よし、お、15個。あれ10個しか持てないんじゃなかったっけ。おお、ちょっともうないよね、アイテムはね。特にこういうとこ調べなくてもいいんだよね、別にね。だいぶそう。さあ、どんな塩梅ですか。あそこにあれがあって、ポルターガイスト厄介だな。あそこにちょっとまず戦闘が絶対来るような気がするんだ、このなんか上上行ってるのが。お、カチャンって聞こえたよ。煙、特にないみたいだね。で、ここで、え？開ける。リボルバーの弾、バッテリーね。はいはい。うわ、17個になった。すげえ。使う。はい、来たよ。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。ちょっと敵が多くないか、ちょっと。ちょ、痛い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 。マジか、マジか、マジか、マジか。マジ、まず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 、痛い痛い。あっぷな、あっぷな、あっぷな。え、ちょっと早い、早い、早い、早い。マジか。痛い痛い痛い、強っ強っ強っ。え、これマジでやばいかも、ちょっと。ちょっとやばい、やばい、やばい、やばい。絶対やばい、絶対やばい、絶対やばい。絶対やばい、絶対やばい。超強い、超強い、強強い。超強い、超強い。いや、これ難しいよ、絶対。めっちゃ強いんだけど、た、な、な、な、ちょっと待って待って、ハマってる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 。ハマっちゃったよ、もう。もうやだよ、もう。なんか、なんで、なんで俺、あの、ダークソウルのなんか、あの、匂いがしてくるの？この、この感じ。ちょっと、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 すごい、すごい、なんだこの特殊部隊員は。痛い、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 ちょっと近い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 。ちょっと待とうぜ待とうぜ。ちょっと強すぎる、強。ちょっとむずい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 。ちょっと無理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 。ちょっいやちょ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 待って、撃つ暇がないぞ、撃つ暇が、撃つ暇ないって。ちょっとこれ難しいよ、これどうすりゃいいんだろう、これ乗り越えられないぞ、これ。テイク6、これで。よし。いや、これはやばいって、ちょっと。どうしよう。まずさ、これいうのをさ、もう準備していこうぜ、じゃあ。こっちに、まず、よいしょ。ここら辺に置いといて、これ何これ、発煙筒あんじゃん。なんだよ、ほんとによ。聞いてねえよ、そんなの。さっきあったかな。そこに置く。よいしょ。で、この赤いやつも、こんなとこに置いといて大丈夫かな、これ。撃つ暇がないんですよね、距離詰められちゃって。よし。よし、ここら辺に置いとく。転がっていくなって、だから。すごい転がっていく。もうちょっと向こうでいいよ。オッケー。こんな感じ？こんな感じいいかな。あ、間違えた。やばい。ちょっとまだ取ってないよ、俺アイテム。で、まず発煙筒。あー、ちょっと失敗したっぽいな、これ。これ失敗したっぽい。オッケー。1人、2人。あ、これ消えたのかな、ライト。このね、ナイファーがやばいですね。ナイファー消した。
バッテリーセット。おお、ちょっと待て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 、近い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 、そっちじゃないよ、そっちじゃない。よしよしよし、コーヒーポットなんていらねえよ今。ちょっと待て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 、待ちたまえ待ちたまえ。やらやら、武器をリロード、落ち着こう落ち着こう。よいしょよいしょよいしょ、オッケー。はあ、乗り越えたのか、これで乗り越えたのか。乗り越えたらしい。やばかった、これは難しい、これは難しかった。まだ安心はできない、チェックポイントに行かないと、チェックポイントにたどり着かないと、私またこれをやらされる羽目になる。とりあえず開ける、落ち着いて取る、よしで、開いたところで、もうやめて、ちょっとやめてよ、やめようよね。あ、チェックポイント、よかった。もうほんと、おい、ちょっと待ってよ待てよ待てよ待てよ。おー、ナイファー来た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 、ナイファーやばいって、ナイファー、ナイファーはやばい、ナイフ下がって持ちのナイファーやばいよ絶対。おー、とっつ突っ込んできた、なんだこいつ、ちょっとやめろよ、ちょっとやばい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 、やっと消えた、タフすぎるだろ。ああ、戦闘やばっす。これ編集入れないともう皆さんイライラになりますね、間違いなく。さっきのシーンは、さっきのシーンはやばかった。また黄色い、ここは閉まってる。上になんかあるってことでしょうね、これね。ちょっと切りのいいところで切らないともう30分になっちゃったんですけど、さっきのシーン大幅カットするから、多分ここでいいのかな。発煙筒、発煙筒、リボルバーの弾、リチウムバッテリー。でも黄色いやつがないな。オンにする。データ、またサイエンスチャンネル。原稿、ウェイク、闇の存在に襲撃される。闇が襲いかかって周囲のあらゆるものを巻き込み、深い周囲のあらゆるものを巻き込み、深みへと吸い込んでいく巨大な渦に引き寄せられ、両足が地面を離れた瞬間、俺は発煙筒をめがけて、発煙筒をめがけて、竜巻のような闇に包まれながら必死で発煙筒を灯した途端、闇は怒号を上げて俺を放り出し、俺は遥か眼下に広がる暗い湖へと落下。どういうこと、闇の竜巻に飲み込まれて、闇の竜巻の中で発煙筒を使ったら放り投げられたと。で、下に暗い闇の湖がとあったと。ふむ。出たよ、ナイトスプリング。いや絶対やばいこれ、絶対やばいよこれ、もうやばい匂いしかしないわ。じゃあ、今回は、ここまでにします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。